羽生結弦選手は、自身初となるアイスショーツアーリプレイを埼玉公演で成功させ、次の佐賀公演に向けて練習を重ねていましたが、その裏では彼のプライベートが脅かされる出来事も続いていました。羽生選手は以前から一部の過激なファンや無遠慮なメディアの報道に悩まされており、オリンピック前には彼の出場の有無を憶測で報じられたり、引退の噂が先行して流されたりするなど、 不確かな情報が多く飛び交いました特にピョンチャンオリンピック後会見で羽生選手はフィールドにとらわれず今後も自分の道を進んでいくと決意を表明していましたがこれがさまざまな解釈を生みメディアやファンの間でさまざまな推測が広がりました。 羽生選手を長年取材してきたスポーツジャーナリストの森山俊さんは彼がその発言をした際の様子についてまだ自身の進路を明確には考えていないように見えましたと感じたと述べていますさらにアイスショーの世界での活躍が期待される中元フィギュアスケート選手である渡辺恵美さんはアイスショーには競技と異なり決まったルールがなく自由な表現が可能です バックフリップのような競技では禁止されている技も披露できるため、羽生選手の持つ豊かな表現力がさらに生かされるでしょうとコメントしています。彼女の言葉には、羽生選手の表現力が競技の枠に縛られることなく、自由に発揮できることへの期待が込められています。羽生結弦選手は、これまで数々の成果を挙げたアマチュア競技からプロスケーターへの道を見据え、 アイスショー関係者やファンからも注目を集めており、特に荒川静香さんの例を引き合いに出す声が多く聞かれます。荒川さんは鳥のオリンピックで金メダルを獲得後、アマチュア競技を引退し、2007年からは毎年フレンズオンアイスというアイスショーを企画し続けています。羽生選手もまた スケートの芸術性と独自の表現力に対する追求心が強く、荒川さんと同じようにアイスショーを舞台に新たな道を歩んでいく可能性があると推測されています。羽生選手はまた、世界選手権の欠場を発表しており、その後4月2日から開催予定のアイスショーへの出演も表明していないため、ファンの間では今後の進路に対する関心がさらに高まっています。その一方で、 大阪と東京で行われるスターズオンアイスには北京オリンピック金メダリストのネイサン・チェン選手や銅メダリストの宇野昌磨選手が参加することが発表されており羽生選手が参加するかどうかは注目の的となっていますエキシビション出演後の会見で羽生選手はフィールドを問わず自分の可能性を広げていきたいと述べその姿勢に彼が競技として続行するのか アイスショーなどを表現の場として選ぶのか、ファンや関係者の間で多くの憶測が生まれました。羽生選手自身が競技なのかアイスショーなのか、それがどう報われるのかは分からないと語ったことから彼の未来が特定の枠にとらわれずに広がっていることがうかがえます。世界選選手手権の欠場を発表した後羽生選手は再び練習に励んでおり フィギュアスケート関係者の中には欠場の理由は右足の捻挫だけではないかもしれないと指摘する声もあります特に世界選手権へのモチベーションが以前ほど高くない可能性もあると考えられており彼が現在新たな目標を模索しプロスケーターとしての道に集中し始めているのではないかと推測されています羽生結弦選手は2022年2月4日 北京オリンピックのチームジャパンのツイッターに登場し2030年冬季オリンピックが札幌で開催される可能性について思いを語りました8年後に札幌でオリンピックが決まったらフィギュアスケート選手の皆さんが最高の演技をしてほしいですし僕も出たいですねとコメントしファンに希望を届けるとともにまだ競技に対する情熱が消えていないことをうかがわせました 羽生選手の言葉には彼が将来の可能性を見据えながら、スケートに対する強い思いを持ち続けている様子が感じられます。一方、フィギュアスケート界のある関係者は、2021年の世界選手権時、日本スケート連盟が鍵山優真選手に力を入れていることに対し、フィギュア界から不満の声が上がっていたと述べています。この背景には 羽生選手の引退後にスター選手を育成しなければならないというスケート連盟の焦りがあると指摘されており、羽生選手の影響力がいかに大きいかを物語っています。それにもかかわらず、羽生選手自身は周囲の期待に関して謙虚な姿勢を持ち、そろそろ後輩たちにスポットが当たってほしいと望んでいるようで、後輩たちを応援する気持ちが強いようです。また彼の地元 仙台のスケート関係者によると、羽生選手は今後の進路を模索しつつ、後輩たちに背中を見せることで刺激を与え、分以外のスターが誕生することを願っているとも言われています。さらに、羽生選手は仙台に新たなアイスリンクを作りたいという夢も抱いており、将来的には仙台を拠点として、後進の指導に当たりたいという希望も持っているとされています。 これは彼が生まれ育った仙台への直接的な恩返しを強く望んでいるからであり、そのために最も良い方法を模索しているのだろうと推測されています。羽生結弦選手は、プロ転向を発表した後、彼の心境やこれからの目標について次のように語っています。自分のアクセルは完成したのではないかと思う自分もいると彼はフィギュアスケートにおける自らの技の完成度に自信を持ちながらも、 新たな挑戦を続けていく覚悟を示しましたそしてこれからも羽生結弦としてフィギュアスケートを大切にし極めていきたいと話しファンに対しても今は見守ってほしいという思いを伝えましたしかしその後の報道はさらに過熱し彼のプライベートや生活にまで深く入り込むメディアやファンの行動が問題視されるようになりましたプロ転向発表後 羽生選手は最初の活動として、2時間にわたる練習風景をライブ配信し、驚くべき視聴者数を記録しました。配信が始まるや否や視聴者は6万人に達し、羽生選手がリンクに立つと10万人以上が同時に彼の動きを見守りました。コメント欄には日本語だけでなく、英語や中国語など、 多くの言語でメッセージが寄せられ彼の世界的な注目度の高さが改めて実感されましたこの配信を通じて羽生選手はフィギュアスケートへの変わらぬ情熱をファンに伝えプロとしての新たな道を歩み出した瞬間でもありましたしかし羽生選手の活動の裏では一部の過激なファンの行動が問題となり始めました当日 配信現場に立ち入ることが許されていたのは新聞社やテレビ局などの主要メディアに限られていましたが一部のファンが現場に押しかける事態となりそれに加えてファンへの取材を行うメディアも混じってしまったため現場は混乱状態に陥りましたこの混乱により羽生選手自らがファンの皆さんにお願いをと注意を呼びかける場面もあったといいます 羽生選手がプロスケーターとして新たなスタートを切った今彼の意思や心の中での葛藤がさまざまな形で現れています自身の道を進む覚悟を持ちながらフィギュアスケートへの純粋な愛を貫く羽生選手その姿に多くのファンが心を打たれ彼を支える気持ちを一層強くしていることは確かですしかし同時に彼のプライバシーと安全を守りながら 遠くから応援するというファンの姿勢も重要です。羽生結弦選手のファンは、そのマナーの良さでも知られており、応援の際に配慮を欠かさないことが暗黙の了解となっています。ある40代のファンは出待ちなんて論外です。彼に迷惑をかけないよう気を配るのがファンとしての最低限の礼儀と語り、不適切な行動を非難する声も上がっています。しかしか 羽生選手の人気が高まる中、ファンの一部には過度な行動を取る人もおり、YouTube 上では彼の公式動画を無断で切り取ったり、違法にアップロードしたりするケースが増えていることが問題視されています。ファンの間では、これ以上違法アップロードを放置することはできないと不満が募る一方、著作権に詳しい弁護士の福井氏は、無断アップロードは著作権侵害にあたる可能性が高いと指摘しています。 福井弁護士はさらに、無断でアップロードする行為が後を絶たない現状を考慮すると、最善策はそういった動画を見ないことです。視聴が増えればその動画の順位が上がり、羽生選手の公式チャンネルへの影響が出るかもしれません。公式の再生数が減ることで、結果的に彼の活動を支えるどころか、苦しめることにもつながる可能性がありますと述べ、 ファンに対対ししして冷静な対応を促しましたこのような問題行動は現役時代にも発生しており特に北京オリンピック終了後には注目を集めました中国のメディアバドパワーは羽生選手が大会終了後宿舎へ戻る際に多くのファンが出待ちする様子を取り上げ一部のファンが不適切な行動をとっていると指摘しましたこのような過剰な行動は 応援の域を超え羽生選手のプライバシーや安全にまで影響を及ぼす恐れがありファンの間でも自分たちが彼を守るべきという声が一層強まっている状況です羽生選手はプロスケーターとして新たなスタートを切った現在も世界中から多くの注目を集め続けています彼の人気が拡大するにつれファンの行動やマナーについての問題も浮上していますが それでも羽生選手への純粋な応援の気持ちは色あせることなく、彼の新たな挑戦を見守り続けているのです。同メディアは、羽生選手の車が登場した際に警備員がファンに追いかけるのをやめるようにと注意を促したものの、羽生選手の姿を見て興奮し、一部のファンが悲鳴を上げ、警備員の制止を無視して車を追いかける姿が見られたと報じています。こうした状況は、 帰国時にも頻繁に見られたとされ、空港や通り沿いに多くのファンが集まり、警備員の協力でなんとか秩序を持っているものの、常にその網をすり抜けて、羽生選手が乗った車を追いかけたり、道路に飛び出す危険な行動が後を絶たないといいます。このようなファンの迷惑行為に対し、メディアも危険行動は慎むべきと呼びかけています。さらに、 羽生選手自身もこうした行動を目の当たりにし、ファンの安全を心配してジェスチャーで立ち止まるようにと促す場面があったと報じられています。羽生選手の温かい対応に応えようとするファンも多い一方で、過剰な行動が一部のファンに見られ、彼の人気が高まるにつれて迷惑行為が増えてしまうという問題も浮上しています。一方で、 羽生選手が2017年に3年ぶりに優勝を果たした世界選手権では、日本のファンが母国の国旗だけでなく、他国の旗も掲げて応援する姿勢が海外メディアから称賛されました。このとき、日本人ファンのマナーの良さが評価され、素晴らしいスポーツマンシップとして取り上げられました。しかし、ファンの母数が多いだけに一部の迷惑な行為も消えることなく存在しており、 時折こうした過激な行動が問題視されているのですさらに羽生選手が結婚を発表した際にはこの羽生フィーバーは一層過熱しました一部のファンやメディアが相手を特定しようと追い回し無断で情報を掲載するメディアや盗撮して雑誌に写真を載せる行為さらには結婚相手を誹謗中傷するなど悪質な行動が続き羽生選手やその家族 関係者にまで迷惑が及ぶ事態となりましたこうした状況に耐えきれず羽生選手はわずか3ヶ月ほどで離婚を決断することになりましたがその後も報道は過熱し憶測が繰り返し流され彼のプライベートが平穏を得ることは難しい状況が続いていますこうした過剰なファン行動や無遠慮なメディアの報道に対して批判の声が上がり続けており 羽生選手がどれだけ多くの困難に直面しているかが浮き彫りになっています。それでも、羽生選手はファンに対して変わらずに温かい対応を続け、困難な状況にもかかわらず、自らの信念を貫き、スケートに情熱を注いでいます。羽生結弦選手が直面する苦境に対し、多くのメディアやファンから彼を支援する声が寄せられています。テレビ番組では 多くの芸能人が彼に対するエールを送り彼の人柄や努力を称賛しました特に彼の地元である仙台からは心温まる応援の声が続々と届いており仙台の藤崎百貨店では伊達政宗の言葉を引用し羽生さんの心の月が信じる道を照らし続けますようにとのメッセージを掲げ地元を代表して彼にエールを送っています 仙台の公式ゆるキャラである猫政宗も、羽生さんは復興への思いを背負い、夢と希望を与えてくれた。彼が一体何をしたというのでしょうかと、地元の誇りである羽生選手を擁護する声を発信しました。また、彼のホームリンクであるアイスリンク仙台からも、大変つらく、悲しい決断をされたことに言葉もありません。 このような決断をせざるを得なかった心情を思うと胸が痛みますと羽生選手への深い思いやりが語られました海外メディアでは羽生選手への励ましが特集されました中には離婚発表後に海外ファンから寄せられた温かい言葉を裏一面に大きく掲載したスポーツ紙もあり 生涯支えますどのような決断も応援し続けます羽生結弦を永遠に愛し支えるという各国のファンからのメッセージが並びましたこれには心が張り裂けそうですという声も見られ多くのファンが彼の苦境に心を寄せ共に祈りを捧げる姿が紹介されましたこうした記事には涙が止まらなかった世界中にこんなに応援している人がいると知ってほしい少しでも羽生選手に届きますようにと 多くのファンからの感動の声が相次ぎました現在ファンとしては羽生選手と彼の周囲の人々が静かに過ごせることを祈るばかりです同じ思いを抱く方はグッドボタンを押して羽生選手への応援の気持ちを伝えましょうこの後も関連した動画を案内しますのでぜひご覧くださいチャンネル登録やコメントもお待ちしております